はいどうも皆さんこんにちは、ビルトです。というわけで今回はそのね、作成者様が視聴者さん向けにね、僕のプライベートテクスチャーを改造して作ってくれたので、今回はねそちらをね皆さんに配布したいと思います。このテクスチャーをダウンロードする前に、このテクスチャーの作成者様のツイッターのフォローをねしてください。ね、マジで神テクスチャーをね作れる方なのでね、皆さんマジでフォローするべきだと思います。というわけで、本編に移りましょう。配布する前にとりあえずね軽く紹介したいと思います。でとりあえずじゃあね、剣類ツールからね行きましょう。で、まあ剣がこんな感じですね。はい、剣がこれが危険で、金剣ね、金剣。で、石剣。で、鉄剣で、ダイヤモンド。で、釣り竿これが。で、これが弓ですね。どうこれ。こんな感じ。で、これがポーション。まあ、こんな感じだね。よいしょ。で、これが、火打ち石、エンダーパール。もうどんどんいくね。で、これがダイヤモンドとか鉱石ですね。で、サバイバルだと、インベントリーこんな感じです。これが食べ物。まあ、金銀庫じゃない、メインは PVP だったら。めちゃめちゃね、高解像度。いいね。で、これがツールです。はい。まあ、ダイヤモンド、鉄、石といった形ですね。まあ、釣り橋とね、斧だけ見せればいいんじゃないこれは。これ取れんのか取れないね。まあ、いいや、これで。で、これがエンチャント、かまど、アンビル、作業台、チェストって感じです。で、溶岩に当たるとこんな感じ。火はこんな感じで短くなってます。で、もうめっちゃ真っ赤ですね。で、次、防具ですね。防具はこんな感じになってます。普通にね、かっけえな。これなんかね、俺最初使ってる時に BLC のコスチュームなのかなみたいな感じで思ってたんだけど、なんかみんなつけてるっぽいからね、鉄の装備らしい。これは日本のね、こっちが頭についてんのは。よいしょ。まあ、ネザーから行くか。ネザーはこんな感じ。まあ、普通になんか、インフィニティテクスチャーみたいな感じだよね。で、パーティクル。パーティクルは、普通がこんな感じ。クリティカルだと、まあ、なんだろう。追加されるのかな、周りに。青の他にもね、追加される感じ。で、次、空。空ね、マジでやばいよ。空はガチでやばいんで、見せます。はい。見てこれ。めっちゃ綺麗じゃないこれ。これが朝。ですね。これが完全に今は朝。はい、夜がこれ。綺麗じゃないめっちゃ。めっちゃ綺麗だと思いませんこれ。俺超好きなんだけど、こういう空。めっちゃ良くない？超、超いいよね、今の。で、鉱石。ラピスラズリ、金、ダイヤモンド、鉄、レッドストーン、エメラルドですね。まあ、てな感じで、とりあえずじゃあ、スカイウォーズで、このテクスチャーがどんな感じか見せたいと思います。はい、というわけでやっていきましょう。まあ、最初はね、朝の感じでやっていきましょう。まあ、ちょっと夜が残ってる感じ。まあ、タイムチェンジャーでね、少し変えてるので、まあ、次はね、次の、また突ってきてる。オッケー、危ねえ危ねえ危ねえ。いいね。まあ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 、ちょっとこの人からレギンスもらいたい。レギンスじゃねえわ。チェストプレートもらいたい。あー、もう来たね。早速来た。というわけで行きましょう。落ちないか。怖い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 。でもこの人足が川なんでいけるね。オッケーオッケーオッケー。完璧完璧。オッケーだね。カエルポーションも使っていこう。で、この人はね、釣り竿を先に当てて、よいしょ。あー、ちょっと痛いな。まあ、釣り竿って時はなんとかなるっていうのはね、マジである。オッケー、おう、どこどこどこ。逃がさないよということで、GG。はい、というわけで、今回はね、夜のバージョンでやっていきましょう。でさ、もう、朝もそうなんだけど、この空のテクスチャーさ、めっちゃ奥行き良くない？もう広いんだよね、めっちゃ。なんかもう超広いみたいな感じ。語彙力どうしたみたいな感じなんだけど、まあほんとね、いいんだよ。もう最高このテクスチャー。もうね、皆さんもね、ぜひ、テクスチャーダウンロードしてみてください。あ、で、ね、ダウンロードする前に、このね、テクスチャーの作成者様のね、ツイッターをね、フォローしてください。めちゃめちゃね、神テクスチャーを作るね、才能がある方なので、皆さんね、ツイッターをね、よかったらフォローしてみてください。フォローしてから、テクスチャーダウンロードしてください。ま、もうフォローをね、前提で、ま、
ダウンロードしてね使うということで、あ、まあせっかくこんな神テクスチャーを作ってくれたね方なので、まあ皆さん間違いなくフォローする価値しかないです、はい、というわけでめっちゃいい感じに今来てるね。ちょっとねまだね寝起きゲームだからね微妙。あ、やばいってそれお前ら。何いやーそれはハッカーさん無理っすよ。はい、てな感じで、今回はここら辺で終わりたいと思います。テクスチャーのダウンロードは概要欄からできるようになってるのでよかったらダウンロードしてみてください。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。